横断歩道の手前で止まって、まずサイン。ドロン。ほい、もっともっとやってまいりました。おうちで学ぼう交通安全。私はもうすっかりおなじみの横断歩道のしましま姉さんでーす。皆さんはパンに何を塗って食べるのが好きですか？しましまお姉さんいちごジャム派だったんだけど、最近マーマレードにハマっちゃってるんだよね。マーマちゃん、こんにちは。じゃあみんな、こんにちは。僕は魔法幼稚園のマーマルアタルだよ。しましまお姉さん、昭和のラブコメ塗ってどうするん？え？マーマレードボーイ。てか？あ、パクった。そう。説明せねばなるまい。横断歩道のしましまお姉さんは守るあたるのマーマレード違い攻撃を受けると動物飛び出し注意のシカに変身するのと、甘くてクールなママレードみたいなやつだった。誰かもぶれといたいのか。もうママレードボーイエージはほっといて、大人のほろ苦マーマレード探しに行こうよ。ねー、しだわりょ。さてさて、今回はパンに塗るものの定番としておなじみのマーマレードをお紹介するぞ。マーマレードってジャムと何が違う？マーマレードもジャムも果物を砂糖と一緒に煮詰めてゼリー状にしたものなんですね。そもそもその中で柑橘類の果肉と一緒に皮を煮たもののことをマーマレードって言うんだよ。皮には栄養豊富って言うよね。そう、オレンジピールにはビタミン Pが含まれてるんだよ。皮は苦くてなかなか食べられないけど、マーマレードにしちゃえば食べられるよね。よっしゃ、マーマレードの選び方のコツ、3つのポイントからおすすめ商品を見てみるぞ。いいね。ではでは早速参りましょう。マーマレードの選び方のコツ、ポイント1。苦味と甘みのバランスを考えるべし。マーマレードの魅力といったら、なんといってもオレンジの甘さとオレンジピールの苦味の絶妙なバランスだよね。苦いの苦手な人もいるよね。なのでほろ苦好きな人はオレンジピール厚めのもの、ほろ苦より甘いの好きな人はオレンジピール薄めのものを選ぶといいぞ。さらに大人のほろ苦を求めるならば、ウイスキーを使ったウイスキーマーマレードなるものもあるんだね。オレンジピールに加えてウイスキー、他のマーマレードとは違った風味を楽しめるぞ。ただしお酒が入ってるってことで要チェック。マーマレードの選び方のコツ、ポイント2。使われている柑橘類で選ぶべし。マーマレードといえばオレンジと連想されがちだけど、柑橘類の果物ならば何を使ってもマーマレードなんですね。え、レモンとかも？普通にレモン、ユズ、ネーブルなどなど使ったマーマレードが売ってるぞ。マーマレードの選び方のコツ、ポイント3。賞味期限をチェックすべし。マーマレードやジャムの賞味期限は6ヶ月から3年程度だけど、開封後は早めに食べきった方がいいんですね。たまにパンに塗るだけだったら小さめ容量のがいいぞ。以上を踏まえてまいりましょう。しましまお姉さんのほろ苦大人のマーマレードおすすめランキングトップ10。第10、日本ゆずレモンからの国産原料だけで作った果実丸ごとゆず、高知県産のゆずを使用。高知県は北川村で作られたゆずを使用したノンペクチンのマーマレードなんですね。素材にこだわりたい人におすすめ。第9、サンジュリアーノからのマーマレードオレンジ、たっぷり果実でフルーティー、刻んだ果実や皮がゴロゴロ入ったマーマレード、オレンジのフルーティーさや爽やかな香りを堪能できるのが特徴。パンにはもちろんヨーグルトに添えたりと、楽しみ方はいろいろ。第8、ミトヨフーズからの低糖度手作り丸ごと果実ジャム、レモンマーマレード、ノーワックスレモンのシャキシャキ食感が止まらない。素材にこだわり、香川県でハウス栽培されたノーワックスレモンが使用。爽やかな香りとともに果実のシャキッと食感やフレッシュな味わいが楽しめること間違いない。第7位、サンサンフードクリエイトからの甘夏マーマレード、鹿児島県産の甘夏を使用。合成保存料や着色料は一切使わず、甘夏、砂糖、レモン、果汁のみで手作りされています。甘夏の爽やかな香りと程よい苦味が絶妙。紅茶に入れてフレーバーティーとしても楽しめるぞ。第6位、ボー&ボンからのウェルシュレディウィスキーマーマレード、セビリアオレンジとスコッチウィスキーの大人のマーマレード、伝統的なレシピを使って作られたイギリス発の商品。苦味を特徴に持つスペイン産のセビリアオレンジとスコッチウィスキーで仕上げた、まさに大人の味わいが魅力なんだね。じっくり味わってお酒の香りを楽しもう。第5位、伊豆フェルメンテからの東伊豆産ニューサマーオレンジジャム、爽やかな香り、控えめな甘さが魅力。伊豆特産の柑橘ニューサマーオレンジを 100% 使用した一品。
砂糖と酸味料を使用しない製法で作られているのが特徴だぞ。第4、石川農場からの国産産種の果実のマーマレード、苦味を抑えたマーマレードと国産レモン、甘夏、ヨコンをたっぷり使用したマーマレード、それらの良さを引き出しマーマレードの苦味を抑えているのが魅力。レモン、甘夏、ヨコンとっぷりしぐれしましまお姉さんのほろ苦大人のマーマレードおすすめランキング、いよいよトップ3。第3、チップトリーからのトゥニーオレンジマーマレード、英国王室御用達のビタースイート、大人の味わい。こちらは甘さの中にほんのりとピールの苦味を感じるマーマレード。厳選したビターオレンジを厚切りにし、オレンジピールをふんだんに使った食べ応え満点の星。第2、スドージャムからのマーマレード、果物由来の原料だけを使用したフルーティーな仕上がり。果実と白ぶどうの濃縮果汁だけでしっかりとしていながらもくどくない甘みをプラス、素材の自然な味わいが好きな人におすすめ。さあ、いよいよ第1、明治屋からのマイジャム果実実感ザクザクオレンジマーマレード。オレンジの皮どっぷり、酸味と甘みのバランスにこだわった爽やかな風味が特徴。名前の通り厚切りの皮がたっぷりのザクザク食感が癖になるぞ。以上、バーイ。しもしもお姉さん、なんか気になるマーマレードあった？大人のスコッチウイスキー。よっしゃ、近くの美味しいマンゴープリン。チームとベイクビー。やーべー、鹿さんそうそう戻らなくっちゃ。あーれー。あれあれ、またまた美味しいマンゴープリン食べそびれちゃったよさてさて、そろそろおしまいの時間が近づいてまいりました。本日の動画いかがだったでしょうか？もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた、お邪魔パー邪魔